州国カリフォルニア州ロサンゼルス市、ノースリッジ地区出身の元プロ野球選手、宇藤右内兄のジェフ・ウィーバーも元 MLB の選手だった。カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を在学中の3年間で37勝9敗、防御率2.43370イニングで431奪三振を記録。2003年7月に開催された、 サントドミンゴパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。2004年の3年政治には15勝1敗、防御率1.62144イニングで213、脱三振と抜群の成績で、全米アマチュア野球の最優秀選手に贈られるゴールデンスパイク賞と、全米大学最優秀投手に贈られるロジャー・クレメンス賞を、 ダブル受賞するなど輝かしい成績を残す。2004年の MLB ドラフトの目玉選手だったが、代理人が、スコット・ボラスであるため指名を回避する球団が続出。それでも資産家のアルトゥーロモレノオーナーの後押しもあって、アナハイム・エンゼルスから一巡目に指名を受ける。しかしやり手のボラスとの交渉は、案の定すんなりとはいかず。 翌年のドラフトに再度かかるのではと心配されたが、結局交渉期限直前の5月31日に契約に合意。契約後はブランクがあったが、マイナーリーグで15試合先発し、防御率3.91、7勝4敗の好成績を残す。2006年には、トリプル A 級ソルトレイクビーズに昇格。ここでも、防御率で、リーグ2位、脱三審で、 リーグ1位を記録し、ケビングレッグの球団記録に並ぶ27.1イニング連続、無失点を記録するなど好調を維持していた。バートロコローンの故障者リスト入りなどもあり、満を持たして5月26日にエステバンジャンに代わり、メジャー昇格、翌27日のボルチモアオリオールズ戦に先発し7回、無失点で見事初勝利を収めた。 その後も勝ち星を重ね4連勝中であったが、コローンが故障者リストから戻ってくるため、一旦トリプル A 級ソルトレークに降格することとなるが、兄ジェフがゼフ長のためセントルイスカージナルスに放出され、6月30日に再昇格した。その後も勝ち続け、8月18日のシアトルマリナーズ戦にかけてリーグ対記録となるデビュー9連勝を記録。 2009年6月20日のロサンゼルスドジャース戦で、兄ジェフと2002年のアンディアランのベネス兄弟以来、1967年以降では15、例目となる兄弟対決が実現。5回1、3を6失点で敗戦投手となり、兄弟対決に敗れた。またこの試合では、両親がエンゼルスとドジャースのユニフォームを半分ずつ、あしらった。 特注のユニフォームで兄弟を応援していた。2011年は開幕から好調で7月11日時点で11勝4敗、防御率1.86を記録し、オールスターの先発投手を務めた。8月21日に5年総額8500万ドルでエンゼルスと契約延長した。翌年のシーズン終了後にフリーエージェント資格が得られる見込みで、 さらなる高額契約が期待できることから代理人のボラスは反対したが、ウィーバーは生まれ育ったカリフォルニアのエンゼルスを選んだ。この年の防御率はリーグ2位で1位のバーランダーとの差は厳密にはわずか0.004。あと打者2人に投げて、自責0なら逆転していた。2012年5月2日のミネソタツインズ戦でノーヒットノーランを達成。 二回の振り逃げと七回の支給での出塁を許しただけで、打者二十九人に対して急奪三振という内容だった。5月二十八日に腰を痛め、15日間の故障者リスト入りをするも、復帰後はエースとして奮闘し、9月二十八日のテキサスレンジャーズ戦で自己最多の20勝を挙げ、この年の最多勝に輝いた。2013年は、 開幕して、早々の4月7日の対テキサスレンジャーズ戦で、ライナー製の打球を避けた際に変な手のつき方をし、肘を骨折。約1ヶ月半、故障者リスト入りしたため、2007年以来となる、規定投球回未達のシーズンとなった。しかし、復帰して6月に入ってからは調子を取り戻し、最終的には、 メジャーデビュー年から8年連続に桁勝利となる11勝を挙げた。2014年はアリーグ最多タイとなる34試合に先発登板し3年ぶりに200.0イニングを突破。18勝を挙げてデビュー年からの連続2桁勝利記録を9年に伸ばしたばかりかデトロイトタイガースのマックス・シャーザー、クリーブランド・インディアンスのコーリー・クルーバーと最多勝ちの タイトルを分け合った。他方で、防御率3.59ホイップ1.21という、成績は、いずれも2009年以来となる、防御率3.50ホイップ1.20超えでも、あり、不安感も残ったシーズンだった。守備では、2失策を記録した。2015年は26試合の先発登板に止まり、規定投球回に届かなかった。 防御率は2008年以来となる4.00超えで、自己ワーストの4.64だった。また、7勝12敗と負け越して、ルーキーイヤーから続いていた連続2桁勝利、勝ち越しの記録は9年連続でストップした。脱三振も、同様に、100未満に終わって100以上が9年連続で途切れた。2016年は31試合に先発し2年ぶりの2桁勝利。 規定投球回到達を成し遂げたが、リーグワーストの37基本塁打を喫死防御率も5.06、と、投球内容は前年よりも悪化した。オフの11月3日に FA となった。2017年2月19日にサンディエゴパドレスと1年300万ドルで契約を結んだ。シーズンでは9試合で0勝5敗。 防御率7.44と勝利を挙げられないまま5月20日に故障者リスト入りした後は登板がなく8月16日に引退を表明した。GO、AO 通算が0.6台と MLB でも屈指のフライボールピッチャーである。かつてはフォーシーム主体だったが近年はツーシームを大投げしており他にチェンジアップとスライダー、カーブが主な持ち玉である。 速球の球速は85から89、マイルパーアワーだが、軸足を極端に三塁、側寄りに置き、さらに三塁側に踏み込むインステップの投球フォームが、長身と長い腕と相まって、球に角度を与え、テイクバックの大きいやや変速的なフォームもあって打者が、投球を見極めるのが困難になっている。長髪の風貌は、兄とよく似ている。また代理人も、 兄と同じスコット・ボラスに任せている。2009年に事故死した同僚のニック・エーデン・ハートのイニシャルをマウンドの土に書いてから登板している。ありがとうございます。